こんにちは、のぶです。では、532日目、リボルブ、チャレンジ連続10回です。今日はリボルブ、今日も挑戦していきたいと思います。いや、だいぶ日が結構強烈に差し込んできてますね。眩しい。まあもう夏がもうすぐそこに来てるのかなって感じです。はい、ということで、今日もリボルブやっていくんですけど、やっぱり今の課題は上半身がなかなか安定してないのと、もうずっと言ってる通り右足のボールの蹴りがこれも安定していないということなんですよね。いかに安定してこうボールを蹴れててね、でボールを蹴れててこう上半身が上半身のお腹、特に腹筋に力を入れて安定させるというふうにしていきたいなと思います。じゃあちょっとすいません、眩しいんですけど早速やっていきたいと思います。今から5分間ですね、やってきます。はい、ではいきます。
正しよう。やっぱり回数が続くとやっぱりこう常に上がってしまうので、この位置なかなか、2分行きましょうか、ね、2分行きましょう。2分行きましょうね。あと頑張れ。じゃあね、ちょっと延長したんですけど、さっきよりかはね意識してやったんですけど、まあ、ちょっとは気持ち良くなったかなと思うんですが、やっぱりまだこう蹴っていくとだん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 上に上がっていっちゃうんですよね。こうやって前の最初は下だったんですけど、だんだんやっていくうちに上に上がっちゃって、で常に当たっちゃって失敗しちゃうという感じなんですよね。そこをねどうやってこう耐える、その安定して状態をできるかって、やっぱ腹筋ちょっと意識してなかったかな、意識が薄れましたね。はい、ということで、なんだろうな、まあ諦めないで、今日もまた次ですね、やっていきたいと思います。まあ諦めないで
本当継続して やっていきたいと思います。うん、やっぱり小さなことをこうちょっとずつでも、ね、自分が日々こう明日はより成長していると思って、今日やったことで、まあ、0.001% でも成長していると思っています。まあ、小さなことの積み重ねでやっぱり大きな目標を達成することができるのかなと信じて、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、今日はこの辺でおしまいしたいと思います。そうですね、まあ、暑くなったりとか寒くなったりとか結構今波が激しいと思うんですけど、お互いに体調管理しっかりしろって言われてもねって感じですよね。まあやっぱり、まあやっぱりこうよく寝るっていうこと、うん、よく寝てお昼寝をして、で美味しいものを食べて少し運動するということが、まあ体調管理につながるのかなと自分はそう考えています。はい、ということで、今日はこの辺にしたいと思います。ちょっと、ね、長くなっちゃったんですけど、また、こうやってお会いできれば自分も嬉しいです。では、最後に皆さんに、こうやって継続できるのは本当皆さんの応援のおかげだと思いますので、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。